皆さんこんにちは、主婦レシピです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこれから旬を迎えるきのこ約1キロを使って3品のレシピのご紹介です。きのこを大量消費したい時などに少しでもお役に立てれば嬉しいです。まずはじめはきのこのマリネを作っていきます。えのき 200g は石突きを取り、3等分に切った後軽くほぐして耐熱容器に入れておきます。しめじも石突きを取り、小房に分けて耐熱容器に入れておきます。ふんわりとラップをかけ、600ワットの電子レンジで5分加熱していきます。加熱が終わったら酢大さじ3、オリーブオイル大さじ2、粒マスタード大さじ1、コンソメ小さじ1を加え、あえて出来上がりです。パセリなどを混ぜても美味しくいただけます。ところで、私は YouTube の企画を考える中でよく迷ってしまうことがあるんですけれども、一つのチャンネルについて一つのテーマを明確に定めて、そのテーマに沿ってそれを続けていくということがとても大切だという話をよく耳にします。そこで私も自分のチャンネルについてテーマをもう一度考え直してみました。私は家庭料理全般をご紹介しようと思って YouTube を始めましたが、レシピを考えていく上でいつもの調味料や食材を使って家庭でできるような調理法で、その組み合わせを変えていく、少し変えていくことで新しい発見があったり、新しい味が感じられたり、いつもの食卓がマンネリ化してしまったなという時に少しでも変化をつけられるようなレシピをご紹介したいなと思ってレシピを考えていました。なのでマンネリ解消レシピというのが今のところ私のテーマに、チャンネルのテーマになっています。私の考え方も少しずつ変わっていくと思うので、チャンネルを通してその変化も感じていただけたら嬉しく思います。マンネリ解消レシピという私のテーマの伝え方がよくわからなかったので、こちらで少しお時間をいただきました。ありがとうございました。レシピに戻りたいと思います。鶏もも肉1枚は混ぜご飯に使う分は2センチ角に小さめに切っていきます。クリームシチューに使う分は大きめの一口大に切っていきます。シチューの方には塩を少々を振って下味をつけておいてください。キノコとブロッコリーのクリームシチューを作っていきます。熱したフライパンにバター 30g を溶かし、玉ねぎ1個薄
薄切りにしたものを加えていきます。透き通って少し柔らかくなるまで炒めていってください。しんなりしてきたら鶏もも肉を加え炒めていきます。鶏もも肉の色が変わってきたら酒1/2カップを加え炒め煮にしていきます。水分がなくなるまで炒めていってください。そこに薄力粉大さじ4を加え混ぜ合わせます。粉っぽさ、ダマがなくなるまでよくかき混ぜてください。ダマがなくなったら水2カップ、牛乳2カップを加え火にかけていきます。ダマにならないようにゆっくりとかき混ぜながら温めていってください。そこにしめじとエリンギを切ったものを入れていきます。そこに塩小さじ3/2、コンソメ小さじ1を加え調味していきます。塩加減は調整してみてください。温まってきたら10分煮込んでいきます。焦げつかないように時々かき混ぜながら煮込んでいってください。10分経ったらブロッコリーを加え余熱で火を通していきます。私は蓋をして火を止めて余熱で火を通しました。ブロッコリーが柔らかくなったら出来上がりです。続いてきのこの混ぜご飯を作っていきます。油揚げは細切りにしていきます。人参は1/2本細切りにしておきます。熱したフライパンにオイルを引き、そこに鶏肉を加え炒めていきます。鶏肉の色が変わってきたら人参と油揚げときのこを加え炒めていきます。最初はきのこがパンパンですがかさが減るので大丈夫です。さっくりと炒め合わせたらだし汁1/2カップ、みりん大さじ2、砂糖大さじ2、醤油大さじ5を加え
炒め煮にしていきます。汁気がなくなるまで炒めたら出来上がりです。炊きたてのご飯3合分の量になっているので小分けにして冷凍しておいてもいいと思います。ご飯に混ぜ合わせて出来上がりです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。